平日のこの1週間の初めのこの1時間の時間をレッピーに捧げてくれて皆さんありがとうレッピー。今日はですね、クラマ T シャツでお送りします。少々髪が傷んでるな。トリートメントはしているか。V に気を、あ、やつがいない。 V に気を取られてる瞬間に少々髪が傷んでるな。トリートメントはしているか。貴様というわけですね。では見に来てくださってありがとうございます。ウレッピー。ではマヤのこれですね、あのガラスの仮面って言った時のクリアバッグ、とっても可愛い。ゴンの下敷きが出てきました。あ、マサさん、お疲れ、どうもお疲れっぴー。今日見に来てくれてありがとうレッピー。お疲れっぴー。ゴン、行きなさいさ大地の、こっちもあるよ。ゴン、じゃんけんグー。こうやってね、懐かしいね。かにみ、うれっぴー。背中に耳をピッとつけて抱きしめた。境界線みたいな体が邪魔だねとか言っちゃいそうな。手塚治虫の下敷き。サファイア姫、ブラックジャック、狭間九郎ね、ヒゲオヤジ、アトム、これワンダースリーのキャラクターだね。ひょうたんつぎ、レオ、ユニッコ、火の鳥。僕はいいえ、あなたは女の子なんですよ。ふざけるじゃない。チェンチェがいるわ。ブラックチェンチェンチェがシャファイアの隣にいるの。ジャックチェンチェがこんなにかっこよくなる。あー、見て見て、こんなにブラックジャックチェンチェがいっぱいピノカもいるのでしょ。これワンピース のアラバスタ編のやつ。この時にエースが出てきてかっこよかった。あ、出た。はい、懐かしいね。シュープリームサンダー、まこちゃんとみんなクレセントビーム、ハート、しびれるぐらいに後悔させてあげるよ。そんな感じですね。まちまち、これね、クラマ。陽介、カイドウのテリトリーは僕には簡単なことですよ。もう連れて行くのね、白い花の蜜。着替えちゃった。赤毛のアン描こうともしたら、耳をすませばの雫の友達ユウコを描いてしまいました。カティロ、雫、一体いつまで外で待たせてんのよ。もういい加減にしてよ、そばかすが増えちゃうじゃない。この時点でもうジブリタッチだよ。殺されピザレブー。俺のギャリック砲は誰にも止められんぞー。こんな感じですね。塗っていくよ。これで色塗れるかしら。やはり虫の子に侵されています。ナウシカ、虫と人は一緒には暮らしていけないんだよ。チキチキチキチ、あ、お願い、殺さないで、殺さないで。なあ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 。これね、いい意味な。まずはこういう影の部分を描いていくのよ。はいから3が通る。
る。はいはい、見て見て。そしてこんなところに背景を変えて緑を入れちゃえばもうジブリっぽくなるよ。宮崎駿がよく言う手段ね。こうやって背景の後ろに緑をやっちゃえば、あっという間になんと宮崎が駿監督が描いたようなものになって、 ありがとうございます。アツシさん、今日は見に来てくれてありがとうですって、みんな見て、ハートありがとうございます。そしてまたこうやって影の部分を描いていくの、いい？こうするだけで宮崎駿が描いたみたいな絵になるからね。こうやってこうやってちょ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 っとやっていくの。ほら、こんな感じ。鈴木敏夫も真っ青よ。今描いてる、紹介します。はい、まずナウシカさんからの柴田亜美先生が描いたようなベジータ、やりこわ。そしてはい、赤毛のアンを描こうと思ったら耳をすませめの有効になってしまった。はい、それからそれからそれから、はい、トランクスを描こうと思ったら柴田亜美先生に出てくる慎太郎様になってしまったのである。はい、なるほど、そういう感じで今はお送りしております。あ、参考になります。隠そうとするのを見つけるのは得意なんだ。本業は強盗だからね。探し物はこれですか。いっぱいハートくれてる人もいる、ありがとうございます。ねねねねねねね、物足りなさを感じてしまう、冷めた見慣れ見慣れて、それでねね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 ね、不安な心。はっ、フリーザ様書いてくださいって息子が。なに、フリーザ様。じゃあヒカルの子の進藤ヒカルとフリーザのコラボにしよう。それがいい。あ、ヒカルの子と フリーザのコラボしてる。見なさい、京兵衛さんの息子さん。これがジャンプの枠を超えた。ヒカルの子と、そしてドラゴンボールのフュージョンだぜ。サイ何やってんだよ。サイじゃねえ、フリーザだ。私ですよ、フリーザですよ。戦いの時の BG です。えい、ファイヤー、アイスストーム、ダイヤキュート、ブレインダムド、ジュゲム、パーヨエーン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 、ねね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 ねバードさんと谷川さんのバータニー BL だよ。それから柴田亜美先生の絵みたいになったベジータ、まだ見ないとちゃんと描けません。そして赤毛の案を描こうと思ったら耳をすませばの優子みたいになってしまった、雫、またそばかすが増えちゃうじゃない。そしてトランクスを描こうと思ったらパパくんの小太郎になっちゃった。そしてナウシカだよ、風の谷の、そしてなんかナウシカだと思ったら南ちゃん、みなみちゃんみたいになっちゃったね。じゃあ待って、ルフィ変えたらにしてあげるよ。ゴムゴムの俺の名前はモンキー D ルフィ。見て、このワンピース、あ、じゃあこの世代的にワンピースとナルトを変えてあげよう。踏み込むぜアクセルを、ラランラランララン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 、夜を抜ける、ねじ込むぜ最後。こうでもナルトのオープニング、これが最初なんだよね。で、だいたいでちょっとした後に We are fighting the bus、 高みを目指して fighting the bus、 なりふりか、待って、51分、大変、もう51分ね。じゃ急ぎで書きます。いけー、走れ走れ巻き場を、本命穴馬かき分けて、走れ走れ巻き場を、追いつけ追い抜り、プープルルプープリンプープリン。見て、こんな感じになったよ。私ナルトだったら日向が好きで、あとねじ、ひなたが受けのねじひなと、さすひなと、そして6リットさくらのリーサクっていうカップリングとかも好き、あとさすさく、サスケとさくらのさすさくっていうカップリングも好きだったよ。ローが夫婦犬、確かに私も昔ヤムチャが好きだった。小さい頃はヤムチャがイケメンだったんだよね。
見て、ヤムチャを描こうと思ったら忍たま乱太郎の結構土井先生寄りになってしまったわ。いっけねー。にん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 忍たま、にん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 忍たま、にんにん忍たま。吹きすさぶ風が欲に合う九人の戦機と人の湯だが、我々は愛のため戦い忘れた人のため、涙で渡る死の子や夢見て走る死の子や、サイボーグ戦士たがために戦う。体が溶け出すこの奇跡を待ってた、残酷のあの場所でもう一度感じて。あとこんな感じで奏で加速装置。ちょっと射線を入れるとかっこよくなるから、みんな真似していいよ。こうやって光を入れるといいんだ。ちゃんちゃらない感じてはない。まあ、こんな感じ。島村城かっこいい。イエイエイイエイエイ。あ、ただいまピンポンパンポン、ただいま10時をお知らせします。書いてきたやつを、じゃあ、君を乗せて、お疲れ様でした、頑張ってください。君を乗せて歌ってダイジェスト流していきたいと思います。あの地平線輝くのはどこかに君を隠しているから、たくさんの日が懐かしいのはどれか一つに君がいるから、さあねかけよう一切れのパン、パンナイフカバンに詰め込んで、父さんが残した熱い思い、母さんがくれたあの眼差し、地球が回る。みんなのコメント読んでるからね。君を乗せていつかきっと出会う、僕らを乗せてチャ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 。ありがとう、みんなコメントちゃんと読んでるよ。レッピーレッピー頑張れ、レッピーお仕事お疲れ、レッピー。